はい、どうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は MLB ドリームカップ準決勝、クーニンズ VS MLB 群馬選抜との一戦です。はい、お相手はクーニンさん率いるクーニンズです。とんでもないメンバーが揃っております。さあね、そんな中で群馬選抜もすごいメンバーがたくさん揃っています。スターティングラインナップは両チームこのようになっております。翔平はこの日はスタメンではありませんでした。ベンチスタートです。はい、一番先頭小沢さん、これをうまく救った打球だが、うおー、初球からクーニンさんの超ファインプレー、すごい、さすがですね。思いっきり飛び込んでいきましたね。ナイスプレーです。これは敵ながらバレー。はい、2番の酒井さん。初球変化球で空振りを取られます。はい、お次のボールも変化球。2球続けて変化球で来ましたね。はい、お次のボールはまっすぐ。これちょっと外に外れてボール。ワンボール、ツーストライクだって。これ、チェンジアップかな？抜いたボールで三振となってしまいます。ツーアウトです。3番はピッチャー石井さんの打席。はい、この当たり、ただこれはファール。思いっきり振っていきますね。さあ、お次の球はこれが外に外れてツーボールワンストライク。さあ、バッティング有利なカウント、そして打った。はい、インハイの難しいボールをレフトへ運んでおります。ナイスバッティング。さあ、4番の塚さん、初球は外に外れてボール。しっかりとボール見えています。さあ、続く2球目、うわー、外いっぱい、ナイスボール。さあ、3球目、これが変化球を打たされてしまい、セカンドほぼ定位置のフライ、スリーアウト。ランナー出すも初回は無得点となっております。改めまして、こちらがゼビオ群馬選抜のスターティングラインナップです。紹介した通り、翔平はこの日はベンチスタートとなっておりますが、4番の飯塚さんやブラザー TV 藤川さんなどがスタメンです。さあ、群馬選抜のピッチャーは石井さん、対するバッターはイカイダーさん。クーニンズの強力打線をどう抑えていくか。初球は緩い変化球から入っていきます。続く2球目、これは高めに大きく外れてボール、2ボールとなります。お次の3球目、これわずかに外れてボール、3ボールとなります。さあ、4球目、これまっすぐでストライクを奪っていきます。はい、お次のボール、これ変化球でね、3ボール2ストライクまで持っていきます。ではフォアボールは出しません。さあ、フルカウント、変化球を打ってショート取ってファースト送球アウト。久美さんのナイスプレーで先頭を打ち取ります。ナイスプレー。バウンドね、難しいバウンドでしたが、合わせてすぐ送球、いや、ナイスプレーです。はい、そしてクーニンズ2番バッターは川上さんです。さあね、最強2番どう抑えていくか。ちょっと力入ったかな。初球ボールとなります。さあ、お次の球、いや、すごい変化球ですね。挟んでるのかな、すっごい落差。はい、お次のボール、これも変化球で空振りを奪う。さあ、追い込みました。ツーストライク。そしてこれも変化球、ナイスピッチ。とんでもない変化量、切れ味抜群の変化球です。さあ、お次のバッターは関口さん。3人で終えることができるのか。これちょっと抜けてしまいましたね。縦のドロップカーブかな、がボールとなります。さあ、お次の球、この変化球わずかに外れていきます。ただね、左のアウトコースのボール、変化球ね、どんだけ曲がってるんだっていう。ただ、ここは2アウトからフォアボールで出塁を許してしまいます。さあ、4番バッター、VS 小野寺さんです。小野寺さんも、とんでもない OPS ですからね。
どう打ち取っていくのか。最初球から鋭い打球、これはファンです。ワンボールワンストライクとって、これ大きい変化球で追い込みます。どんだけ曲がってるのかな、変化量見てみたいですね。はい、そしてこれインコースへの変化球で三振。もうこれなんか3倍ぐらいから落ちてきてるんじゃないかっていうね、変化量ですよね。はい、先制したい群馬選抜は先頭ブラザー TV の藤川さん。はい、初球しっかりと見ていきます。続く2球目、これが打ち上げてしまい、ファーストフライとなってしまい、ワンアウト。インコースのね、ちょっと難しい棒でしたね。はい、バッターは6番の市宮さん。クーニンズピッチャーの小馬郷さんもね、すごいですよね。本当に構えたところに投げていく。そしてこれが打たされて、サードファールフライでアウトとなり、ツーアウト。7番の金子さん、これ少し内に入ってきた打球だが、そこにはクーニンさんがいます。この回テンポよく打ち取られ、無得点となってしまいます。2回の裏、クーニンズの攻撃は先頭クーニンさんからです。さあね、ランナー出すと足もありますし、まあ、もちろんねクーニンさん長打もあるので気をつけて入りたいところ。外のね、ビタビタのナイスボールから入っていきます。ワンストライク、これわずかに外れてボール。さあどう抑えていくか。外に構える、これが打たせた打球、ショートゴロー、サブコーヒーインディングでアウト。ただクーニンさんやっぱめちゃくちゃ足速い。はい、そしてお次のバッターは VS 鈴木さん。この回もテンポよく打ち取っていきたいところ。これインハイのボール、これはファールですね。強気のピッチングでインコース攻めていっております。さあお次のボール、次もインコースに構える。わずかに外れたか。いや、いいボール、めちゃくちゃいいボール。そしてカウント進んでワンボールツーストライク、これを打たせた打球、セカンド前のゴロ、ただファースト、足速い、打ち取ったあたりも内野安打、初安打をね、許してしまいます。さあお次のバッターは緑川さん。ここで初球スチール、ふー、足速い、すかさずスタートを切られてピンチとなります。ツーボールワンストライク、はい、これ外から入ってくる変化球、なんであんな外で曲がるんだ。さあ追い込んで、ここでエンドランをかけてくる、そしてフライが上がる、これがショートフライ、そして踏んでアウト、内野フライ、ゲッツーでピンチを乗り切ります。ナイスピッチ、いや大きいですねこれは。そして8番は江川さんが打席に立って、先頭フォアボールで出塁です。さあ先頭出ましたよ、9番の日比さん。これがピッチャーゴロとなって、ランナーは進塁となります。これねチャンスですよ。さあ先頭返って、ただここ三振です。いやー、どえらい曲がるな。さあなんとかね先制したいところ、2番酒井さん。これが打った打球、これがセンタークーニンさんが下がって落下地点へ。クーニンさんの守備範囲に阻まれてチャンス生かせず、なんだかそのねホーム遠いですね。投手戦になりそうな予感。クーニンズの攻撃は8番の大貫さんから、ただここ先頭をフォアボールで出してしまいます。9番の村瀬さん、ここでディレートスチール、これが成功となる。すごい小技。さあこれでノーアウトのピンチとなってしまいます。そしてここで手堅く送ってきます。ファーストはアウト、先制のランナーがね三塁に行ってしまいます。クーニンズも打者一巡しました。先頭のイカイダーさん、これがしぶとく打った打球がライトの前に落ちる。小技を絡めて先制されてしまいます。
続く2番の川上さん、これ高々っと上がった打球、おショート大スキャッチ、藤さんのナイス守備範囲で2アウトとなります。いやすごいところが乗ってきましたね。ツーアウトなって関口さんの打席、これ変化球から入っていき、センターフライで3アウト、先制されるので後続は断ち切り、最初失点で抑えております。早いうちに追いつきたい群馬選抜はクリーンナップからです。先ほどヒットの石井さん、これ初球変化球を空振りです。ワンストライク、はい、お次の球はボールで、ワンボールワンストライクとなって、これ打ったー、ガツンと捉えた打球はセンターへ、これが越えていく、はい、そしてエンタイトルツーベース、自演語です。さあチャンスです。どうで追いつけるか、塚さん、これが高々と上がった打球がショートフライとなってワンアウト。さあお次の藤川さん、プツンと合わせた打球が逆らわずに逆方向ライトへ行く、そしてセカンド、技のタイムリーで同点となります。ナイスバッティング、中軸で後手に追いついております。さあ一宮さん、バントの構えをしているがヒッティング、バスター、ただこれがショート正面、ただ足がありますからね、ゲッツはなし、偵察崩れとなります。さあ2アウトですね、2アウトランナー1塁、そして金子さん、ここはファール。さあね、もう1点、もう1点なんとか欲しいところ、そしてコース遠い遠い、速いまっすぐ追い込まれております。さあ2ストライク、ここから粘って出塁することができるのか、そしてここで佐藤、はい、盗塁成功、快速一宮さんの盗塁で2アウトながらチャンスとなります。さあここで1本出ればこの回逆転に成功、そしてこれがライトへ越えていく、さあそして一宮さんが悠々ホームイン、そして打った金子さんも三塁へ、この回逆転に成功です。ちなみに金子さんが使っていたバットはくんさんからお借りしましたレガシーメタンです。伸びましたね。そしてクーニーズ、変わったズッキーさんに三振を奪われますが、この回逆転に成功。今回はここまでです。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Yeah.